ます。こんにちは、こんばんは。タイデさんちよ、そう。はい、皆さん、コンビニのコンビニコスメ、娘じゃないや、コスメね。いろいろありますよね。そういう、うん、口紅からマスカラやらファンデーションから、まあちょっとね、若前の20代30代ぐらいの女性をターゲットにしている、まあコスメがコンビニでね売られております。まあ、コンビニ限定のそのものがあったりとかね、その器だけっていうか、パッケージがね、コンビニ限定のその、パッケージでこれでしか売ってませんよっていうのがあったりとかしててね、まあ基本的にはその、化粧品屋さんのものの2分の1サイズだったりだとか、ね、3分の1サイズで、まあ出かけにねちょっと直しつつできるようなものが、まあ、コンビニ屋にありますよって、っていうのがありますよね。で、購入する習慣があるかどうかなんですけども、まあそれをメインに使う人って、コンビニのね、あのメインに使う人って基本的には少ないんじゃないかな。まあいる人もいるだろうけど、あの肌のね、こう、なんだろう、色、肌の色とかね、そういうのね、合ってるから、まあ、それを毎回買いますよっていう人もいるだろうけども、基本的にないんじゃないかな。あのどうしてもピンチヒッターというか、出かけにね、あの唇がちょっと、よれちゃってるとかさ、変な風になってるから、ちょっと直したいから、唇のちょっと化粧を直しように、唇とあとその消すやつっていうかね、落とすやつそれも合わせてまあやったりだとかっていうのがあるんだけど、どうなんだろう、ないっていう人がね、88.8% あるっていう人が 11%、まあ本当に化粧品屋さんと変わりがないよね、種類がっていうのは。まあポイント、そうね、あと意見として、まあ全くないっていう人もいるし、コンビニコスメはセブンイレブンで買うよっていう人もいるし、まあそもそも男だから使わないよっていう人もいる。で、コンビニではまあ男は買わないよと、ギャロ用とかしか買わないし、コメントがあるからチェックはない。そうだね。で、ある方はまあ必要に責められてごくごくたまに使うことがあるけど、購入が習慣になっているというと、まあ、そうではないですよって。もうさっきも言った通り、基本的には、マスカラがちょっと、あれ漏れてないな、じゃあ、ちょっと、ね、公衆トイレのところでちょっと直そうかとか。まあ一応ね、その、女性の、ね、ポシェットっていうかね、そういうのに、合コン用とかね、そういうのに化粧直しみたいなのがあると思うんですけど、それが切れちゃったりだとか、そういう時にね、まあ新しいのを買うために買えますよとかさ、唇なんかもちょっと新しいのを試してみようかな。まあコンビニのだし、まあ罪悪はないねって、途中でなんか変だわって思っても捨ててもっていうかね、罪悪もないしっていうことで、本当になんかそういうためのものっていうイメージがすごく強いんだよね。だからそのコンビニ限定のものがあったりだとか、コンビニ限定の
色があったりだとかっていうんで、まあ、買う人もいるかもしれませんね。うん、まあ、あくまでもこれは私の意見ですよ。だからノリシュがもしね、よろしければご意見いただけたらと思います。それで皆さん、さよなら。